心が安らぐ人生相談チャンネル渡辺夫婦の二人ごと。この番組ではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して僕たち夫婦が本音で向き合いお答えしていきます。配信を通じて皆さん一人一人の自分らしい幸せが見つかるヒントをお届けできれば幸いです。では、続いてのレターです。鍋友ネームコメさん。渡辺夫婦さん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しくラジオを聞いています。さて聞いてみたいのですが、どうしても体がだるく疲れた時の対処はどうしていますか？私は40代に入りました。 2,30 代の時とは違い体力も落ちてきました。どうしても体が疲れた時のおすすめがあれば教えてください。はい、というレターですね。コメさん、ありがとうございます。体が疲れた時のおすすめの対処法ということなんですけど、まあ、その前にこうまず体力をどうやってつけるか、ね、疲れる前に疲れにくい体をどう作るか、健康的な、ね、体をどう維持するかっていう話をねしたいんですが、これはね間違いなく筋トレやと思います。もう筋トレが全て解決してくれると、最近筋トレをしながら思ってます。まあ、それを信じてね筋トレしてるんですけど、まあこう言ってもね、じゃあ筋トレしようかってなる人は100人いても100人聞いてても1人もいないかもしんないです。今聞いてね、あそうやな筋トレしようってできる人なかなかおらんと思う。めんどくさいししんどいしね、ジム行くんやったらお金かかるし、家でやるにしてもねもういろんな誘惑あるからそんな続かへん。それはもうそうやと思う。僕もそうでした。ただある日、まあ筋トレしようってなって、今家にね筋トレのグッズ揃えて筋トレ結構ガチってやってるんですけど、まあ今までそう、今はそうなってるけど、そうなるまでの間何回もやってはやめてやってはやめてって挫折したりとか、やりたいなって思いながらやらずに過ごした期間っていうのもあるので、だからそういう気持ちはよくわかるんですよ。でなんでじゃあ僕が今筋トレをしだしたかっていうと、それはもうねタイミング、ほんまにこれがあったからとかじゃなくて、もうなんかもういろんなことが重なってよし筋トレしようってなったんですよね。僕の場合はそのまあ健康にいいとかもずっと今までいろんな場面で聞いたこともあるし、で何回もやったりやめたりやったりやめたりして挫折したこともある。でずっとねあの細身体型で、腕とかも細くて、なんかもうちょっとたくましい体になりたいなみたいな思いもあったりしたっていうで健康に過ごしたいとかね、30代になって筋トレもしたいなみたいな、健康な体をね年取っても維持したいなみたいな気持ちも出たりとか、もういろんな状況がバーンと点と点がね、スティーブ・ジョブズじゃないですけど点と点がバーってつながって線になって、よしやろうってなれたんですよ。だからそのタイミングってほんま人それぞれやと思うんで、これを聞いたからといってコメさんも含めですよ、筋トレ大事ですよって言われて、いやそれは分かってるけどなかなかできませんよってなってやらへんのも全然いいと思う。いいと思うけど、僕がこうやって配信で筋トレ大事よって言うことによって、これをお聞きのリスナーの皆さんのこの耳からね、この情報というか僕の思いが届いて、頭のもうなんかどっか奥底にでも筋トレいいよっていう筋トレしたらいいよ、楽しいよ、すごいよ、健康よっていう情報というか、その思いがどっかにまた点になってくれてるはずなんで、それが最後線にねなるかもしれんので、その点が、だから僕は、なかなかやる人おらんのはもう分かってるし、もうそんなことね筋トレ大事っていうのはもうその分かってますと、でもできひんのですという反論、やりたくもないんですという反論があるのも分かってるけど、あえて伝えたい。いつかその点が線になるかもしれんから。でその線になったきっかけは別に僕じゃなくていいんですよ。なんかテレビでなんか言ってたからとか、急に体型気にしだしたからとか、健康意識しだしたからとか、なんか誰かがやってたからとか、別に何でもいいんですよ、きっかけは僕じゃなくていいんですけど、その最後線になるきっかけをね作るためにも、僕が点をね今ここでまた打ちたいということで筋トレ大事っていうのを、もう口が酸っぱくなるようですけども、はい、耳にタコができるかもしれないですけど伝えます。
まあ、やっぱね年取ってくるとどんどん筋力って基本衰えていくし、まあ、普段運動ってなかなかしないじゃないですか。だからこそもうちょっとでもいいんですよ。0より1、0より0.1 でいいから、もうほんまにもうなんかもうちょろっとでいいから、もう1週間に1回でもいいし、1日1分でもいいしね、まあそれこそなんかこうエレベーター使わず階段使うでもいいんですけど、もうなんかこれ意識してますっていうね、筋力アップのためにね、これ意識してやってますっていうのをもうね、0よりは絶対 0.1 なんで、まず0なくしましょうと。ちょっとでもいいから YouTube 見ながら1日5分なんかエクササイズするでもう十分なんで、ちょっとでもできたら全然ね、結果違うと思います。将来のね、筋肉ってほんまにね、全てのなんていうかな、健康の元というか、もう気持ちもリフレッシュさせてくれるし、体もね、そのなんていうの、内側も外側も良くしてくれるから、まあ、筋トレっていうのはほんまに体力作りには、健康にね過ごすためには大事やと思いますっていうベースがありつつ、じゃあ体疲れた時どうするのかっていう話なんですけど、まあこれはまずやっぱ寝ることですかね。こう寝るってできてますか？必要な睡眠時間取れてない人っていうのが日本人特に多いらしいんですよ。睡眠時間短い人、毎日どれぐらい寝てますか？まあ睡眠時間の確保っていうのはほんまに健康とか、その体の疲れ、まあ体の疲れ取るのが睡眠じゃないですか。だからその睡眠時間確保するっていうのがほんまに大事やし、なかなかね、夜ぐっすり、ね、眠れませんよ、どうしても短時間のね、短時間というか、まあほんま例えば8時間寝たいけど、まあ、仕事の都合とか生活の都合で6時間しかいつも寝れへんよっていうのであれば、その昼寝とかね、もう20分でいいから、昼寝の時間なんとかして取るとか、あるいは時間なかなか取れへんのであれば、その睡眠の質っていうのをしっかり高めれるようにする。ちゃんとね、寝やすい布団とか枕で寝るのはもちろん、その朝ね明るなって目覚めたりしないようにちゃんと遮光をしっかりするとか、気温とか湿度ちゃんと保つとか、寝る前ね、もう寝る直前までスマホずっと触ってるんじゃなくて、しっかり寝る前は、電気をね暖色の光にしたり暗くしたりとかして、こうすぐね寝れるようにリラックスして寝れるようにするとか、まあなんかいろんなね睡眠の質高めるノウハウいろいろあるじゃないですか。まあああいうのもちゃんと一通りやって睡眠の質高めるというのもまあ大事かもしれない。まあとにかくちゃんと寝るっていうことですね。それをするだけでね、結構なんか体シャキッとする人多いんちゃうかなっていう気はする。寝れてますかっていう話、そもそもね。で僕は最近ね、ちょうどね体なんか疲れてんな、なんかシャキッとせえへんなっていう時がちょうど先週ぐらい、 2週間ぐらい前から先週にかけてとかかな、まあなんかちょっとそういう時期があって、なんかシャキッとせえへんなっていう感じでちょっと過ごしてたんですけど、思いつきまして、あ、これあれやわと、温泉行ったらいいかもって思ったんですよね。温泉だから体が疲れた時のおすすめリフレッシュ方法は、寝るっていうのもそうなんですけど、温泉が僕結構好きかも。でその温泉も湯に浸かるのもめちゃいいんですよ。いいんですけど、特におすすめなのはサウナ。まあ、最近ねサウナとか言って、なんか整うとか言ってね、サウナブームやったりね、数年前からブームちょっと来てますけど、あれはねやっぱいいと思う僕は。すごい整うやっぱり。整って何かっていう話なんですけど、そのサウナって、その高温サウナね、90度とか100度とかのなんかストーブのあるサウナ室行ってね、汗かくじゃないですか。あ、まあ順番に言おうか。まずじゃあ温泉行くじゃないですか。温泉行って、まあ、かかり湯して、まあ一通りちょっとお湯使って一旦体温めますと。んで体まあね温まったりとかしてきたら、サウナ行きますと。いきなりサウナ行くよりね、最初にちょっとお風呂挟んで体ね温めてからの方が汗もかきやすいしおすすめなんですけど、まあそういう意味でね、さっきお風呂入ってからサウナで、サウナ行きますと。でサウナ行っ
ったら、まあ、僕はだいたい最初のサウナは12分ぐらいかな、そのぐるぐる回るね、あの時計があるんで、まあ、それが一周するぐらい入ってることが多いかな。12分ぐらい入ります。もう汗ダボダボなってね、最後もう10分超えたぐらいからあーもう結構暑いな、そろそろかなって言って、ほんで12分経ちますね。で12分経ったら、あー出よう出よう出ようって言って、サウナの暑い部屋から出ますと。ほんなら、まあ、シャワーがね隣なんで、シャワーでバーってあの頭からお湯かかって汗流して、その隣のね水風呂にスーって入っていくんですよ。やっぱねサウナはあの水風呂とセットで入るのがいいと思う。水風呂冷たいっすよ。16度とかの水でめちゃくちゃ冷たくて、僕 2,3 年ぐらい前まで水風呂あんまり入れなくてあの寒いからやや言うて、あの体冷ます時なんか露天風呂行って椅子座ったりして体冷ましてたんですけど、あんなねダメダメダメって別にいいんですけど、 あれよりはやっぱり水風呂でカチンって冷やす方が体はねすごいなんかリフレッシュする。あの水風呂ちゃんと入ったことない人はぜひ入ってほしいんですけど、サウナでしっかり温まって汗かいたら、かかり湯して水風呂にねスーッと入っていくんですよ。で入ったら寒いですよ。寒いから僕いつももう入るときに息止めながら入るんですけど、ふって息止めながら水にスーッと入っていくんですよ。寒ーってなるけど、あの肩までね、あのしっかりあの水使って、でしたら、まあ、体も慣れるんで、最初のうわ寒ーってなるけど、まああのマシになるんですよ。でマシになったらもうね体を動かさない、もうじーっとね岩のように、もう手とかね足とか動かさんと、じーっと岩のように固まりながら肩まで浸かるんですよ。ですると自分の体の周りの水ってちょっとその普通の水よりあったかいんですよね。自分の体があったかいから、ちょっとこう膜張るっていうのかな、水の中であの冷たい水風呂の水と自分の体の周りにまとわりついてる水の温度がちょっとちゃうくて、膜っぽくなって若干あったかくなってくるんですよ不思議なもんで。だからね意外と長くね水風呂って入る。なんか最初ねあの足つけた時うわ冷たってなるけど、入ってみてじっとしてたら意外と大丈夫で、そのねあの入ったまんまじーっとしておくんですよ。僕どれぐらい入るかな、結構2分3分とか割と入りますね。水風呂でじーっとしてたら意外と入れちゃうんだよ。で入ってたらなんかもうすごい感覚になってくるんですよ。なんかはーってもうなんかなんていうんかな、体も膜張ってるし、ですごいなんか冷えてくるし、なんか息もねなんかもう冷えた息みたいな感じで出てくるようになって、なんかもうすげえ感覚になってくるんですよね。もう頭もねなんかスカーってしてくるし、でまあある程度入ってもうええかなともうええかというタイミングで、上がりますと。で上がったら、まあ、体やっぱもう今冷えてるんで、僕は一回露天風呂そのままバーっと行って露天風呂の湯にちょっと浸かります。で浸かるとまたもう次水風呂で冷えたとこから40度ぐらいの湯に入るから体ビリビリになってくるんですよビリビリ、もう痺れてる感じ、もういてててててみたいな感じで、あの体びっくりするんですけど、まあ、あのいてててててて思いながらこうからあの湯に入るとまたこうじわーんと温まってきて気持ちいいんですよねまたで、そのね水風呂の後のお湯はちょっと短めで入ります。体温めるだけの目的なんで、まあほんまにそのしびれがなくなってくるぐらい、もう1分とか2分ぐらいかな。で入ったら、すぐねお湯出て、あのちょっと露天風呂のベンチに座ったりとか、なんか足湯ゾーンとか腰湯ゾーンみたいな、あのがっつり浸かるタイプじゃない湯があったらそっちに移動して、まあ椅子座ったりして休憩しますと。まああと水分取ったりとかですね、水分取ったり椅子座ったりして、あのお湯に入らずね、まあ、ちょっとあの体もあの疲れてくるんで、あんま連続でねお湯入ったりするとあの休憩しますと。
で、あとまあその後一通りまたお湯入ったり体洗ったりとかまたするんですけど、まあ、おすすめは時間の余裕あったらもう一回ね、もう一周することですね。まあもう二周してもいいんですけど、二周目入るのもおすすめかも。もう一回サウナ行くんですよ。で、もう一回サウナ行って水風呂行ってって同じやつを繰り返すんですね。で、二回目なんでサウナももう12分入らんでも結構汗出てくるし、もう割となんか疲れてくるんで、2周目の方がサウナ短めなんですけど、もう一回同じやつ繰り返すとまた体ホットのね、もうめちゃくちゃあのホカホカ状態になって、水風呂でキャーン締めて、んでお湯入ってまたビリビリなって、ほんで休んでっていうのを繰り返すんで、もう血管もね収縮新収縮しまくりで、なんかもうすげえ頭シャキってするんですよね、僕的には。それがね、なんか、あ、体だるいな、頭ぼーっとすんな、なんか眠たいな、やる気ないなみたいな時には結構いい刺激になるのかな。うん、だから結構好きですね。で、そのサウナバチン決めた日は夜もうスカーッと寝れますからね。もうなんか体がもう抜け殻みたいになるんで、もう布団なんかもう寝れる気しかせんみたいな、今日もう今日夜めちゃくちゃ寝れるわみたいな感じになって、実際まあよく寝れるんですけど、だから睡眠もねしっかり取れるようになるし、まあサウナはいいですね。伊達にブームじゃないですよあれは。うん、っていう風に思うなんかサウナをすげえ熱く語る感じになっちゃったんですけど、まあ、あの体が疲れた時とかには僕は結構、あ、サウナこれから、そう、この前だから行ってきて、あ、やっぱりいいなって思ったんで、ちょっと自分のねリフレッシュ法のレパートリーにしっかり入れようって思いました。なんかあんまりこうサウナ行こう温泉行こうっていう発想がねなかったんですけど、これはなんかもうちょっとなんかリフレッシュしたいなっていう時に気軽にね行ってもいいなって思えたんで、まあ、あのちょっと熱く語る感じになっちゃったんですけど、まあ、それは僕が先週行ってよかったからですね。サウナね、まあ、もちろんね普段から楽しまれてる方はそうそうそうってなっていただけるかもしれないですけど、あんまりサウナ苦手よとか、サウナ入るけど水風呂冷たいから嫌やなっていう人は、まあ、気持ちはわかるんですけど、まあ、騙されたと思ってというか、あの水風呂、やっぱ水風呂込みでサウナなんで、水風呂をねしっかり入ると、じっとね 2,3 分ぐらい入るっていうのをやってみてほしいなと思います。まあ、たまにねなんか水風呂のじっとね入ってる時に、あのおっさんがねもう掛け湯もせずにブワーンって入ってきて、もう水風呂ボシャボシャボシャって揺れて、もうせっかく自分の体の周りにあったかい水の膜できてたのに、もうブワーって取れて急になんか寒なるし、もうおっさんもなんか頭まで入るしみたいなんで場を乱されることあるんですけど、まあそれはしゃあないということで、まあ水風呂ねじっと、しっかり入るっていう、まあ、それが整うってね、いわゆるサウナで整うって言われてるやつなんですけど、まあほんまに整うので、リフレッシュ法のね一つとしてちょっと挑戦してみてはいかがでしょうかということでお話しさせてもらいました。コメさんですね、レターいただいて、ありがとうございました。というわけで、今回の放送以上です。最後までお聞きいただきありがとうございます。このチャンネルをフォローすると最新の投稿を逃さずチェックできます。フォローは僕たちへの応援にもなりますので、まだの方はどうぞよろしくお願いいたします。またご相談も募集しています。あなたのレターは同じ悩みを抱える誰かの救いになります。スタンド FM のレターからお便り送ってください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。